はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだりょうでございます。草の者より画像提供いただきました。左翼の追っかけと言ってもいいような方なんですけれども、8月25日で何曜日、木曜日ですか。18時アルタ前、まあ平日ですけれどもね。こういう人らはもう引退してからあれですよね、いつでも平日休日関係ないですよね。国旗国歌拒否訴訟の元教師根津貴美子さん72歳がアルタ前で、活動をしておられた。なんか72歳、なんか縮んでますね。この方は有名な方で、ドキュメンタリー映画とかにも出演して、あと東京都の教育委員会から何回も処罰を受けててという筋金入り、しょっちゅうアルタ前に立っておる中核派の執筆した文章を無料配布している黒ヘルのおじいちゃん。この方もしょっちゅうしょっちゅういると、アルタ前に。まあ平日休日関係ないおじいちゃん。どこで人生間違ったんだろうなーって。8月27日土曜日ですね。5時7時、夕方5時7時、新宿西口国葬上メロ集会が開催されました。令和の花旗が目立ってますね。新社会党って何なんだろう、そういう党があるんでしょうか。こちらのいつもいつもベトコンガサをかぶっているのはですね、元劇団員末武って読むのかな。末武としか読めないな。末武アスナロさん、まあ芸名でしょうけど、現在は令和と行動を共にしてるみたいで、令和の運動員になっちゃったのかな。こちらはですね、文と高田県文とっていう組織ありまして、そこの仕切りやってた高田県、今はですね、その地位を八王子に住んでる菱山女子、菱山直子って言ったかな、に正式に譲って自分は引退みたいな感じでありますけれども、まあこういう集会には出てくんだな。ノッチこと元芝木隊政教の石野、政教ってご存知、共産党の、下部組織です。政教の部長がなんかやってる偉い方なんですけれども、こういう集会とかですね、例えば安倍総理の衆院選の最後のファイナルの秋葉凱旋とかにも来ておりました。まあレギュラー的な、こいつね、いつもニコニコしてんね。ニコニコして、ニヤニヤって言ってもいいかな。して、その辺を一人ぼっちで歩き回ってるやつであります。演説後の福島みずほ、誰かと喋っております。国葬上メロ訴訟団代表、田中正道、衝動って読むのかな、殺人で服役歴があります。この人も来ておりました。 NHK デモは絶対取り上げないのに、こういうのは絶対に取材に来る同胞の TBS カメラマン、ということでね、後ほど知りましたけれども、やはりテレビニュースになってたそうであります、この集会。画像は全部公安に送っておきました。公安調査庁の方ね。今後も草の者の活躍に期待であります。27日国葬反対集会を後ろから撮影した画像を左翼自らが記事にしておりました。まあ、こちらですね、新宿西口、ネットの反応です。老人会かな。選挙ギャルズの方々ですね。こういう人らが一日中ネットに張り付いて、安倍安倍うようよ言いながら血まなこになって書き込んでいるかと思うと泣けてくる。ヤフコメに常駐している人らや、サンモには週に一度のお楽しみ。いつもの連中がいつもと同じように騒いで敗北するの、もう何度目だよ。まあね、特別秘密保護法の時も、テロなど準備罪の時も、集団的自衛権の安保法改正の時も、騒ぐだけ騒いで結局敗北と。最後の戦いに血がたぎる安倍側の皆さん。まあこれ終わったら安倍側の皆さんどうすんだろう。心の支え、
張り合い、生きがいを失っちゃってがっかりするんでしょうね。アベロスに陥っちゃうんだろうな、これだったろうな。根津紀美子さん72歳や黒ヘルおじいさんと一緒で、どこで人生間違ったんだろうな、この人だな。まあ戻ってこれなかった。こっちの方のですね、例えばこのこういう人、筋金入りのこういう人、こういう人、筋金入りは別ですよ。まあ一般に、普通にお金ももらってないのに集まってくる人らは、どこで人生間違ったのかなーって、気の毒だなーって思います。とあることから、とある方から昨夜嫌な話聞いちゃいました。総裁選の時に端子太郎を持ち上げてた自民党のじいちゃん議員たち、これね、ネットでですね、日本端子、日本端子って河野太郎があまりに叩かれすぎたんで、高市さんを逆恨みで、高市さん政調会長だったじゃないですか。なんだのかんだの邪魔して、あれだってろくに仕事をさせねがったんだって、妨害して、でね、まあ太郎、端子太郎を持ち上げてたのは麻生派のじいちゃん議員たちじゃないですか。あいつ麻生派だからさ。でね、太郎がですね、総理になったら自分にも大臣のポストがとか言うですね、下心で、まあ、太郎必死で持ち上げてたものの、日本端子があんまり叩かれすぎたもんで、自分はじいちゃんなんでネットに叩かれることに慣れてなくてですね、これは大変だとなってですね、高市さんを逆恨みと、何言ってんの、日本端子の大株主で中国とズブズブの太郎が悪いんじゃねえの、なんで高市さんを逆恨みすんの、のじいちゃん議員たちは勝手すぎんなー。さらに国葬賛否アンケートを行った月刊花田を逆恨みしてる自民党議員がいる。まあじいちゃんたちなんでしょうけどね。あれですね、51% が賛成ということでかろうじて勝ったんですけれども、月刊花田が共産党本部を煽ってしまいまして、かかってこいやーって言ったもんで、共産党本部がですね、本を仕入れて向きになって全国に動員かけたもんで、反対票も60万票集まっちゃったんですよ。でね、じいちゃん議員たち、ネットの60万票ってどういう価値を持つか、一人で10個も20個もアカウント作って投票できんのも知らないじいちゃん議員たちが萎縮しちゃってね、反対60万もいいのかーんいうことでね、こんなアンケートやった花田が悪いっていう逆恨み、萎縮してですね、国会追悼演説もできてない。自民党のじいちゃん議員たちが萎縮しちゃってね、高市さんを応援するってことでですね、安倍総理に切られた稲田さんなんですけれども、まあ稲田さんも総理になる気満々だったんだけど、安倍さんがですね、高市さんを応援するわってことになって、全くね、出馬もできなかった、稲田さんを同情するじいちゃん議員たち、これね、突然稲田さんがジェンダーがとか夫婦同性がとか女性の輝ける社会がとか言い出したのが悪いんですよね。そこら辺の経緯私らには分かってるんですけれども、自民党のじいちゃん議員たちが分かっていない、ネットのことも何も分かっていない、叩かれ慣れていない、こういう人らが引退しないと自民は昭和から脱却できねえなー、がっかりいたしました。その話聞いて、まあ自民党が完璧だったら私も立候補しませんけどね、参院選で私立候補してませんけれどもね、自民党が完璧ならばよ、まあ自民党に不満があったらじゃあ一丁私がっていう気になるだけでね。岸田政権、コロナ陽性でも無症状なら外出を認める方針だそうであります。全数把握も全国一律で廃止する、方針、まあ秋でしょうね。ネットの反応です。もう諦めようぜ、どうせみんなかかる、いずれみんな感染するんだもんだと覚悟するしかない、手に負えないものは自然に任せろ、コントロールしようとすんな、濃厚接触者の外出禁止の方が
陽性者より長いっつう変な制度やめてくれ。今までだって一人者は食料買いに出てただろ。たとえ陽性でもね。怖い人だけ勝手に閉じこもってたらいいんじゃない？どうしても感染したくないやつは山奥にでも行けばいいんじゃ。ですね。まあ、コロナ禍って言いますけれども、テレビ禍だよな、要するにな。毎日毎日、今日の感染者数は何人で発表してんのが、正体だよな、テレビが騒がなければ、どうってことないんだしね。テレビが騒ぐから高齢者が怖がるんだし、高齢者が怖がるような世間じゃないと、政権交代とか、革命しなきゃとか言えないわけだしね。こちらの理屈は、千年王国で、ググってください。ウィキペディアに詳しく載ってあります。この辺の理屈。変異を繰り返して、風邪レベルにまで病原性が低下しております、今。まあ、風邪でもきついのはきついからね。38度以上の熱が3日ぐらい続く風邪なんてのもありますけれども、もともとコロナウイルスって風邪のウイルスですしね、拡散性上昇で危険性低下っていうのはウイルスの生存戦略であります。これ危険性が低下しないと拡散しない。かかった途端に、倒れて動けなくなっちゃうようだと、拡散しない。その人、潜伏期間が長くて、症状が出ても軽くて、動き回れて旅行とかにも行けてなんて言った方が、拡散するんですよ。つまり、数を増やせる。ウイルスとしては好都合であります。これは常ですね。変異を繰り返すと、病原性、危険性が低下して拡散性が強まるというのね。いつまでも拡散性も上がらずに、危険性も下がらない、狂犬病とか、エボラが特殊なんであって、普通の風邪とか、普通のウイルスの病気は、大体が、これであります。拡散性は上がる。感染しやすくなるものの危険性は下がる。だってその方が自分が世界中に広まれるものね。ウイルスにしちゃうさ。現状に合わせて政策も変えてもらわんと、現状と乖離するって事態になりますよね。あとはコロナ増税に警戒であります。意外とネットで叩かれることを恐れてる昭和自民議員。じいちゃん議員どうも。ネットで騒ぐのも無意味じゃないですね。こういう話聞いちゃうとね。しかし、高市さんは、佐賀恨みするわ。月刊花田は、佐賀恨みするわ。稲田さんかわいそうって、同情するわ。ほんと、わけわかってねえなぁ。じいちゃん議員ども、自民党の、全部同じ人っていうわけではないですけれども、じいちゃん議員たち、古き悪しき、自民党の、人の命は地球より重いかなんかへりくつこねやがって、テロリスト逃がしちゃったような古き悪しき昭和の自民党。これの生き残りのわけわかんねえ。ネットのことなの何にもわかんねえ。世間のことも全然わかってない。じいちゃん議員たち。引退してもらってですね、新しい人と入れ替わらないと、自民は昭和から脱却できませんよね。マクロン大統領、内政の都合で国葬出席取りやめ、何の都合なんだかわかんないですけど、サルコジ元大統領か、オランド元大統領を、検討中だそうであります。代わりに行ってもらうね。ネットの反応です。警備が信用できないしな。毛糸洗いに自信が持てない。毛糸洗いに忙しいわけだな。現役はモディぐらいか。あのザル警備見せられて誰が来んだよ。日本の警察の無能ぶりが知れ渡っちゃったから。フランスは統一をカルト認定してるし、出席でいいんだろう。田舎警察が未だにですね、刃物を振り回しながら大声を出しているやつを取り押さえる訓練。やってるようじゃ、心配で来れないわなーって、感じですね。それに日本はスパイ防止法がない、スパイ天国だしね。なんか沖縄知事選やってて、佐喜眞さんっていう候補に、薬莢を投げつけた
やついいんだってね。数時間後に釈放されちゃったって話なんですけども、まあスパイ防止法あればそいつはもうとっくに捕まってたりすんじゃないかなー。スパイ防止法に反対するのはスパイですからね。7月9日に事件が起きて9月27日に国葬って、ちょっとまあ飽きすぎなんだよね。悲しみも熱も冷めるというもの、7月中にですね取り行うぐらいのスピード感欲しかったよな。国葬反対運動が盛り上がる前に、どっかのですね日本人のための唯一の政党とか自称してる団体が9月24日に国葬反対デモやるみたいなんですけど、9月23日土曜日に、左翼ども、まあ、福島みずほとかノッチとかも、総動員加減でしょうね、左翼側による国葬反対デモもあるんだって。これ両方に参加する人も出てくんじゃないか。まあね、時間を置くとこういう連中にもですねデモを準備したりですね、そういう時間も与えちゃうんで、もうちょっとね7月中にやっちゃうとかさ、そういうのあってもよかったよな。今更ながら文句も言いたい気分であります。まあ自民党のね昭和のじいちゃん議員には無理でしょうけどね、無理でしょうけどね。というわけでメール党員さん、筑紫部長さん、草加市ポスティングボランティアさん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。